武田哲也今朝の3枚ろしおはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です、えー。というわけで、今週は、おはがき、お手紙ですね。二、はい 2>, えー、2ヶ月に1回、あるいは3ヶ月に1回の反省タイムだというふうに思っております。はい、しかしまず嬉しいところで、えー、お褒めの方の言葉からであります。おはがきですね。はい えー、氷山の厚みさんでいいのかな厚い海と、ね。えー、ちょっとこれ読み方がよくわかります。はい、間違えたらごめんなさいね。あ,あえて厚みさんと呼んできます。毎日楽しみに聞いておりますよ。話が一辺倒にならず、いろんな分野の話が聞けて、この番組最高。お隣の国のことや病気のこと、狼のこと、そうですな。<laughs> 白川静香先生のこと、哲学のこと、日本の習慣、風習のこと、いっぱい楽しんでいます。 昨日も、えー、ワンちゃんの話、思わず声を出して朝から笑っておりました。えー、話が上手だからシーンが目に浮かぶんですよ。ありがとうございます。はい。もっと長い時間だといいなぁと思いますが。私は本当に、あの、あれですね、短い時間のコメントが下手くそなんですね。ええ、どういうことですかいや、ちょっと私テレビで一本ね、ローカル局で、頼まれのコメンテーターやってんだけど、なんか、なんかね、 司会の方俺に振ってくれれるんだよ全然答えられないねでもテレビのコメントって、難しいい5秒10秒でまとめてくださいっていう指示が。うもうで、目の前に手振って、<ぁ>あと何秒ってこう指を折られるっていうロケット発射みたいな、<ぁ>かそこでね。<laughs> あれ、ストレス溜まりそうですね。ああ、なんか大きいテーマかなんかでね。<ー>さあ、注目問題。武田さんはとかって言われるね。<ー>すいませんよく聞いてませんでしたって言いながら、また来週手振ってんですけど、<laughs> 役に立たないレギュラーで反省しております。はい。<ー>それでもこの番組ね、たっぷりやってるつもりなんでありますが、 まだ長い時間がいいな、ということで。はい、お褒めのことはいただきました。どうもありがとうございました。えー、それから、これ半分お叱りがあると思います。多分来るんじゃねえかなと思ってましてね。わ、はい、かって言いながらやるなっていうようなは問題ありますが。金沢市から来ております。大好きな町、金沢、はい、田中さんであります。小石さん。全略、毎朝拝聴しております。先日、新選組、肘方のことを、 あるいは新選組のことをテロ集団とっおっしゃいましたっ、ね、て。はいはい、おっしゃってました。はい、えー、言うなよ、<laughs> 京都寺田屋での勤労の志士たちの課題は五章遅い。これごめんなさい。寺田屋じゃないですね。池田屋ですね。うん、えー、池田屋での勤労の志士たちの課題は五章遅い天使様を拉致し、市中を火の海にするという、えー、ようなことだったと記憶しております。 池田屋に集集まった金の獅子の方がテロ集団でではないでしょうかすいません。はい。つい、言ってしまいました。なんかやっぱり、坂本にまつわる、なんか、あの、暗殺したという噂が漂っておりますんで。はい、いや、もちろん違うんですけど。はい。どうもなんだかね、私は肘方っていう人が好きになれませんでね。うん。近藤勇も、あんま好きじゃないです、ね、ああ、そうですか。ええ。はあ<ー>、うん。ただ、今、 研究しておりますんで。えー、ちょっと待ってくださいね。あれ土方歳三が、うん、その、本を読んで途中まで全く。面白くない。んだけど、あるページからものすごく急に面白くなる。土方歳三ですよね。うん、<ー>そう。なんで面白くなったかっていうね。<ー>うん。それはね、本当にもう途端に変わったのよ、俺。うん。やっぱね、人間というものにもしテーマがあるとすると、その人間が、 人生の中のテーマに入った瞬間、いかなテーマであろうと、その人間が輝くっていうね。<ー>それをね、燃えよ剣を読んでいて、はあ、通説に感じたんですね。<ー>肘方なんだと思うもう一回またはがきが来るかな。えー、かないついてない。えついてない。ついてないうん。へ<ー>これはね、またね、ちょっと待っててくださいね。<ー>今、あえて言いましたけど、この、肘方のテーマ、 運がなかったっていうことが、いかに肘型を美しく輝かしたかっていう、<ー>その芝さんの描き方をね、えーえー、いつかやりますんで。はい、で、これを、これ大変なんだ今、今研究中なんだけど。はい。これね、あの、麻雀のジャンキーの王様と言われてる。知らないだろうな。これ麻雀やらないんだけど、桜井さんだっけすごいて、天才麻雀うちがいるわけよ。はあ その人が書いた本で、ちょっと面白い本で、運を掴むっていうね、方法ってのはあるわけ。うん、その、運っていうのと、ちょっと、あ、この間、ある武道家から、運っていう話になったわけさ。はい。もうなんか、その時にこの、俺、肘方の子がパーっと浮かんだね。もう俺も変な頭してるけど、うん、あのー、これいつかまとめて、 本当にあの三枚おろし出張版でやりたいぐらいなんだけど、はい、あの、ある武道家の方と話してたらね、あの、ものすごい強い充実の相手と決闘をやんなきゃいけないっていう、戦前の武道家の人がいたと思ってくれる、はい、で、あの、その、決闘をやんなければならない相手っていうのは木村っていう人で、後に力道山とタッグを組んで、伝説レ、レジェンドになってる人で、はい、で、 決闘するということが決まって、段取りが決まってスケジュールが進行してたのその木村と相打つ小柄な青年がいて、道場で待ってるの。なん、はい、でかわかんないけど木村が来ないのよ。はい、結局、決闘は中止になるわけ。その時に、その、その小柄な武道家に、そのある弟子が、先生先生はこのような結果になると、 大思いだったのですかって言ったら、その武道家が、私は運がいいって言ったっていうね。うん、その先生がその後に言った一言が、武道の練習は、運を味方につけるためにするのですっていう。<ー>俺、この一言がね、謎で、<ー>その運という言葉と肘方が重なったもんだから、運と武道っていうやつでね、 はい。なんかやってみようかななんて。<laughs> うん。えー、まあ、ごめんなさい。話が。え、この続きはまた明日の学の上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷佳奈です。皆様からのお手紙おはがきでーす。岐阜県関市の方でございます。ありがとうございます。安田裕二さん。 40歳男性、若い方からいただいております。ありがとうございます。武田さん、水谷様、スタッフの皆様、毎朝放送ご苦労さん。肝を緩める身体作法、興味深い話題だと思いましたよ。冒頭に織田信長出陣を例えに挙げて、ストレスが大きいほど、それに比例して、体から出されるパワーも大きくなると、おっしゃってました。でも、今は、 そもそもそのストレスでやられてしまう人の方が多いようですね。自分も含めて。やっぱり身体運用、体の、用い持ち方に問題があるんでしょうね。脳を経ず体の動きという内容の部分は印象に残りました。芸能、武道に限らず、どの分野にも型が鍵になると自分なりに解釈しました。はい、えー、話は違いますが最近全国各地で火山活動が活発になってますね。不安かな。 ごめん、んこの話題からいくけど。まあ、離れているから、現実的に感じませんけど、うん、でも地元の方は、たまんないか。大変だと思いますね。うん、ますみません。うん、ただ、あの、箱根の騒動にしても、非常に不安がある人と、えー、いつも食べさせてもらってますからっていう商店主の方がいらっしゃいましたね。えー、湯煙を名物にしている限りは、その湯煙が、ちょっとこう、激しくなったからっつって、感謝忘れて怯えちゃいかんっていうようなことをおっしゃる、うん、方もいらっしゃいまして、頼もしいなと。 思いましたですね。はい、はい。でも、考えとかなかな。領土問題とか言うけどさ、<え>なんか中国の、なんか南沙諸島とかって言うけど、はい、所詮珊瑚省の問題で、うん、自然の問題じゃない、うん、だそこを埋め立ててもいいけど、うん、あれ誰も言わないけど、はい、中国の方もわかってんのかなと思うけど、あれ台風一発来たら綺麗になくなっちゃいますよ ベトナム方面に台風が抜けていくっていうのは何年に一度か必ずあるでしょこないだあったじゃん。はい、フィリピン突き抜けてベトナム行っちゃったんで大騒ぎになったって。はい、あんなもん、珊瑚礁あんな砂持ったところで、風速うん十メートル来たら全部なくなるよ。うーん、そうですかね。領土欲しいかもしんねえけど。 日本隅っこの橋の方でどんどん大きくなってる島とかあるじゃんああ、変わ、変わってる変化があるありますよねああああ。あと千年ぐらい人間住めないらしいけど、はい、千年ぐらいしたら何とかなるかもしれませんよ、とかって。つまり、そのスパンで自然ってのがあるわけで。なんか、火山活動を見てるとつくづく領土問題なんか、 バカバカしくなってくるね。あの、南沙諸島を埋め立てで、領土が広がってるって一生懸命言ってる中国の人って、大陸の人だから。わ、はい、からないんですよ。そうか。だと思わない一夜にして沈む島があるんだぜ。えー、そんなもんあんた、地震が一揺れしたら、何もかも変わってしまうんだから。 そんな強靭なものじゃないですよね。うん。火山活動はあるたんびに、あの、お、なんかね、怯えずに、まずは拝むことなんじゃないかな。<ー>日本の宗教観って拝むんだもん。恐れる、はい、あの、ことだもん。はい、かしこまることなんだよな。 はい、だから、ね、ノリとあげるときに、かし,かしこみ、かしこみって言うじゃない。そうん、<ー>それは、恐れをって言うんだけど、<ー>正,正座して正しく背筋を伸ばして、怯えなさいっていう、うんはい、そういう意味ですからね。はい、はい。ちょっとごめんなさい。てめえの話の方が長くなりました。いただきました今いいですね。これはもうなんかコマーシャルで有名になってますな。山口県萩市。はい、岡田飛高さん。 えー、毎回欠か,かさず拝聴しております。爆買いした中国人のエピソード。なぜか中身を全部買うときレジで確認してるという、そういう中国の人たちの習慣。えー、あるいは日本人の正直さが折り合うごとに話題になっている東日本での津波で流された大量の金庫がどんどん警察に運び届けられたという、そのニュースに全世界が驚いて海外メディアで放送されたとう,とうの話。 非常にこう、頼もしく聞いております。数年前、チャーリーとチョコレート工場の映画を見に来ましたが、はい、チャーリーが手に入れたゴールデンチケットは、拾ったお金で買ったチョコレートに入っていました。<う>日本だと、絶対にこれアウトですよね。<お> <laughs> <laughs> あの、そうですよね。拾ったお金はまず、届けないとね。そうですね。それでチョコレート買っちゃいけないんですよね。えーえー、この辺が違うところでありますな。はい、はい。あの、ギリシャの債務問題ね。えー わけわかんないな。はい。コメンテーターの人が面白くて言ってたね。はい。割とギリシャの人ってホラー濃くんだってね。あの、あ、あの、おっしゃってました。そういう話。なんか、年齢差かな。家を張る。そうそうそう。男性に、あなたの夜の行動を教えてください。つったら、どんな人も年間で180日ぐらい。それ言い過ぎて130日。130何回 ?130 何回 ?130 何回、その、行為をすると。行為をなさってるんです。はい。 で、あの、年間で130ってのは大変ですよね。はい、えー、ヨーロッパあたりでは、あの、多分ギリシャ風のお話ではないかっていう。なんかギリシャのカフェに行くと、中、うん、年、中年以上の、うん、割とご高齢の男性たちが集まっていて、うんうん、そういう自慢話をされるカフェがあるらしいんですよ。 多分そういう文化があるんだろうと。うん、なので、百三十何回というのも、ちょっと、も、持ってるんじゃないの<ー>っていうお話でした。ねよくわかりませんけど、ということでございますね。さあ、そこでですね、当番組、え、様々ございましたらはご意見、え、いただけましたら嬉しいございます。はい。今お聞きの放送局、または、郵便番号1 0 5 8 0 0に文化放送、武田鉄矢、今朝の三枚おろしまでお寄せください。この続きまた明日のまだたの上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、皆様からのお手紙、おはがきです。えっ、ー、と、これはもう前はかたくさんいただいておったんですけども、えー、足立区にお住まいの石塚さん、みのりさんかな。それから、京都市にお住まいのしげなりさんからいただいております。はい。えー、もちろん、あの、趣旨は違うんでありますが、共通のことでありますね。哲也さん、トントン、楽しく聞いておりますよ。 また大きな穴が芸能界に開きましたね。高倉健さんが亡くなられました。うん、この場で私全然触れておりませんけど、共演なさった、黄色いハンカチで共演なさった健さんについていろいろ話していただけないでしょうか。よろしくお願いします。それから、あ石塚さんの方も、 毎日朝楽しく聴いております。武田さんとキレハンカで共演したケンさんが亡くなってしまったので残念な気持ちで悲しまれたことと思いますと。あとはぜひ私の曲をかけてくださいと書いてございますけども、やっぱりケンさんのことをいろいろね。ただ、やっぱりあの、亡くなられた時は、なんか、本当に、あの、切なかったですね。もちろんね、あの、やっぱり寿命ありますし、 あのずっと人間がというのはそんなことはもう土台無理なんですがあのやっぱりあのそうは分かっていてもなんかやっぱりこうであの,あの私のところに取材がものすごい勢いであのき来たんですけども、はい、あの何と言いますか私があの知っているのはもう200分の1ぐらいあのケンさんは生涯で200何本映画に出てらっしゃって そのうちの一本で、あの、私は高倉さんと、健さんと一緒に。ただ、やっぱり、あの、もう私、脇役でありますが、黄色いハンカチのもう重大な共演者、初めてやった主役の、それも日本を代表する高倉健という俳優さんに関しては、もう本当に強烈な思い出が頭にありましてね、思い出の中にありまして。はい 幸私の、やっぱ、冴え、冴えてるっていうか、若かったから、真っ白い髪だったから、ぎっしり書き込んであんのね。はい、この間も NHK の妖精で、もうコロッケが手招きするもんですから、彼が NHK でやっている、そのバラエティのね、あの、 ま、移動番組で、釧路行ってきたん。はい、ね、人にとってはただの釧路かもしれませんが、釧路っていうのは私にとって結構でかい街でしたね。絶対忘れないと思う。<ー>なんでかって言ったらあれ、幸せの黄色いハンカチのロケの1日目なのよ。あ、1日目なの、ね。一日目なの。<ー>あそこから始まったの。あ,はい、あそこのフェリーで、あの,松田の、マツダのファミリアで降りてくるところから、うん、あの用意灰から始まったんですよね。はい。で、あんまり下手くそなんで、 監督から怒鳴られるっていう。その後、釧路を終えた後、何日か後に、網走に移動して、網走のロケで、けんさんと絡むんですね。はい。で、えっと、網走の浜辺でのロケが、絡みの一発目だったんですが、ケさんが3日か4日早く現場に入られたはい。 それでちょっとスタッフも驚いて早かったですねということを言いますと私らの方をちらっと見てあこの共演のお二人がどんな演技なさってるのか少し見学して入らないとついていけないんじゃないかっていうねそんなことをおっしゃる方で、はい、それからあの釧路混戦原野かなんかでロケやってるときケンさんが体絞るために走ってやったのねトレーニングウェアで フードかぶって<え>そのトレーニングやってるけんさんとロケ隊がすれ違ってやっぱ山田さんがうめくように「うきちんとやってるんだね」って、ね、しみじみおっしゃってう俺の方ちらっとご覧になったのね、何もやってないし <laughs> できねえ野郎だって <laughs> 黄色いハンカチを覚えてるかなあの、桃井香織の写真、カメラを、で、こう、撮りまくる。で、わざとふざけて飛び上がっといて、お腹打っちゃうっていう <laughs>。自分で飛び上がって、あら、<laughs> ああアドリブなんですよ、もう。ああ、そうなんですかもう、山田監督がもう全然、できない、えー、カッチンカッチンになってるんで、えー、ケンさんの前だったんで、えーえー、あの、思い切ってやってごらんよーって言うから、もう本当に、なんか半分焼けクソで。<laughs> で、監督が、俺の方、じっと見て、はい OK! っていう。ほー。監督は、君はほっとくととんでもないことをやるね。っていう <laughs> いや、それ最高の褒め言葉じゃないですか。うんだと思うん。んで、それを、えー、ケンさんが、あの、スッと言ってきて小声で、普通思いつかないよ、ああいうこと、っていうね。ああ、それも嬉しい一言ですね。うん、だからやっぱり演出家が二人というかね。うー,うーん、それはよく言うよね。現場にあっては高倉健っていうのは、出演者だけではなくて、 演出家だからね。うん。こう、鼓舞するんですよ。うん、なんか別の軍隊ものにお出になった時も、なんか健さんが出演場面ないんだけど見てらっしゃって、軍隊の若者たちがバーっとトラックから降りてくるってシーン撮ってるんだけど、健さんがちょっとこう首をひねられたら、監督が、もう一回 <laughs> 言葉には出さないけれども演出をされてるんですね。 いやいや、はい、やっぱ、そんなこと言うと、ケンさん照れてんなことないですよって、あの、国が凝ってましたからとかっておっしゃるんだけど、はいえー、やっぱり、山田さんも後でおっしゃってたけど、ロケの指揮棒を持ってる方でしたよね。うんえー、でも、高倉健という人もう本当に生涯忘れることはありません。はい、なんで締めくくろうか。そう。えー、あの、英語の先生から教えてもらった、あの言葉で終わろうかな。レレっていう、 make more effort on my life, eh,、uh, unbearable, someday die, but no regrets,、mm hmm. uh, 行く道は精進にして、忍びて、終わる。悔いなし ケンさんの好きな言葉を私、英語に訳しまして、時々元気が出なくなるとき、その言葉、つぶやいております。この続きまた明日のマネタの上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷カ奈です。えー、皆様からのお手紙、おはがきも日本中からいただいており感謝しております。えー、なんと、カ奈さん、青森県弘前市からいただきました。はい。中山恵美子さん。武田さん、おはようございます。 えー、弘前は今、雪が多くて、昨日も降っておりました。失礼いたしました。本当3月。ああ、そ申し訳ございません、ね。はい。はい、えー、毎朝気になるところをメモしながら聞いております。わあ、ありがとうございます。えー、アドラー心理学。アドラーですね。アドラーの心理学のところで、認知症の人も最後は自分に戻ろうとするとかっていう発言がありました。私、そうかもしれないなぁというふうに思って、えー、おります。 え、あ、面白いこと書いてありますね。母の最後の手紙の漢字は旧字体でした。心は不思議ですね。んさあ、昔に戻ったってことですか気持ちがうん。へ<ー>うん。アドラーはね、結構反応あって、はい。つう<ー>か、もう一つ、私ね、かり、お叱りの手紙もあるのかなと思ったんですが、支持してくださいました。ありがとうございます。今度は、 えっと、愛媛県の松山からいただいております。91歳の義母は足あ、骨折をいたしましてあ歩けなくなり、えー、認知症もひどくなり、えー、自分の家のこと、夫のこと、何もかも忘れました。うん、人の悪口はあ言わなくなり、私にとっても認知症になった母は可愛らしくもあります。あつまり、認知症になってから人の悪口は言わなくなり、 私にとっても認知症になった母は可愛らしくもありますと、はいね。最後の締め文句、京子さん、もう素敵な一言ありがとうございます。我も行く道かもしれません。うん、切ない言うございますけども、そうですなぁ。うん、はいあ。あるんでしょうね、脳の現象で。はい で、あの、これはあの、は、私はあの、なんかの本で、大阪大学の認知症の研究科大学の先生の本の中で読んで、すっごく面白いなと思ったんですね。認知症の方をこうずっと追跡した本だったんですけども、それはあのや、なんかこう、自分の人生のどこかの部分を償おうとしてるとか、う,うん、それから、自分が一番幸せだったところに、魂が帰っていくというか、はい そ、うん、そういうういことがあ,のあるそうですよ一番面白かったのはあのおじいちゃんで認知症でちょっとこう暴れるという方がいてその親切に手を取ろうとするとか薬を飲ませようとかってする医療関係者に対してその暴れる暴力を振るうというおじいさんがいたそうですね、えーはい、でその大学の先生が職業を調べたら裁判所の検事さんだったんだって、うん、60歳まで。はい だから自分に満々たる自信を持ってらっしゃる、はい、だから人が手を貸そうとするっていうそれがなんかこう自分を弱く扱ってるっていうのが気に入らないっていう,う逆に困っているっていう状況を作り出すとそのご老人が懸命に助けようとするんだって<ー>つまりその賢治だったっていう自分の残像みたいなものが強烈に そのおじいちゃんを支配してて、そのやっぱり、介護老人扱いすると、彼のプライドがビカーッと光り出すというね。はい、そういうことが、そのやっぱ老いた心の中で起きているのではないかって。だから、認知症っていうのを脳の血管っていうふうにひとまとめにするのはいかがなもんかっていう、その半大の先生の言葉がね、俺すごい好きで。うん、うん。それと、コンサートでね、 よく喋ってるんですけど、本当にそう思ってるんですよ。あのー、あ、あれね、あの、徘徊。今、まあはい、ちょっといろいろ問題になってますよね。あの、徘徊行方不明とかってなって。えー、あ、あれも、その、反対の先生の言葉の中に、自分が一番幸せだった街角に帰ろうとする動きだっていう。だから、8くつの認知症のおばあちゃんが、ん旦那様と正体を持って、 初めての長屋に帰ろうとするんだって。だから路地の奥に入って行ったりするっていう。<ー>もう何にもないんだよ、そういうところはね。えー、もう、すごいな、もうな、日本の変わり方は。はいまあ、なんかそういう,う、こう脳の現象というか、生命の現象が認知症ということの中にあるんじゃないか、えー、ほんだらこないださ、なんか俺の頭の中そういうのこう結びつけるのやたら好きなんだけど。 カナさん知ってる<ん>夜空ばーっと見渡すでしょうはい。あの中の何パーセントかの星はよ、もうないやつがあるんだってな。ああ、それなんか聞いたことあります。うん。もう、な、なん、え、どのくらい前何百年か前に。何、ね、に。も光年。何光年。るのが何光年だからね。その光が今届いてる。そうそう、わかります皆さん。ね。星はないんですよ。不思議だ、ね、ところがその星が、光った光そのものは宇宙空間を旅してる。はい。 だから、見えるんだけど、その光を一番最初に放った星は空間にないんですよ。はい、まあだから、人間の命っていうのを考えるときに、宇宙と同じスケールで考えた方がよくて、ここに書いてある通り、え自分のことも夫のことも何もかも忘れてしまったけど、なんかこう、少女の頃のおばあちゃんは、 光として今この世の中にあるっていう。はい、そういう星と同じようなことが人間にもあるんじゃないかなと。うん、はい。この次はまた明日の話題との上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷からです。皆様からのお手紙おはがきです。ちょっと先に紹介しておきたいと思いますが。えー、名前はありません。これ。 聞、聞いてすぐ送ってくださったんでしょうね。先ほど養老先生の著者の一部を紹介しておりましたが、えー、人間は、人間の顔を見分ける、その表情を見抜くために、色を、こう、感じる、その、おこの三色になったというね。でも、武田さん言っておきますが、あ人間、人の中には色盲や色弱と呼ばれる方が、あ男性に至っては約8%見られるそうですよ、と。 えー、ですからあそういう人たちのことを考えて、えー、その2つしかあ持っていないという人もいるので、はいえー、少しその差別につながってしまう可能性があるんじゃないかと<ー>、えー、ちょっと私気が回りませんでね、えー、そういうふうに思われている方にとってはそういうふうに 感じられるかもしれませんのでね。はい。えー、あまり、えー、強調して発言なさるとよくありませんよ。えー、改定していただけるとありがたく思いますというね。はい。えー、ということであれば改定したいと思います。難しい問題ですな、差別は。はい。これは励みになりましたな。はい。はじめまして。小生は昭和16年73歳です。近所の小学生を集めて、少年野球チームを作って指導しております。子供の数が足りなく、苦労しておりますが、 今、三枚おろしの中で、戦え、ナウシカじいさんの話を聞き、<laughs> 大いに賛成いたします。ちょっといつのことだろう <laughs> かなり前ですよ。い,い,い,よいさんの話は。いいじゃないかよ、か武田さん、どうでしょうぜひその戦うナウシカじいさんを NPO 法人にして、 全国組織に展開してみてはいかがでございましょう <laughs> ありがとうございます。はい、そのさあ、できるといいですね。はい。えー、ラジオネーム、中野区のラジオネーム、ナウシカじいさんから。そうですか。ナウシカじいさんだったら、ね。確かに、はい。もういるんです。<laughs> はい。ね、NPO にしなくてもナウシカじいさんは、この世の中にいるんでございますね。はい、はい。えー、それから、これもねな、なんとなく身につまされる話で、 にこやかな文字で書いてくださいました。ありがとうございます。いろいろ辛いことあるでしょうけど、東京都にお住まいの30歳女性の方、ああ、杉並の方でありますね。えー、はじめまして、いつも、ポッドキャストで武田さんの3枚を聞いております。はい。えー、その科学があなたを変える。えー、感情と行動の話、興味深く聞きました。幸せそうに振る舞うから幸せになる。笑顔でいるから楽しくなる。前を向いているから前向きの感情が出る。 えー、怒りを消すのは笑顔であると。あなんかこう、次々いい言葉がラジオから流れてきて、実践してみようと思います。実は私30歳会社員なのですが、昨年からうつ状態になり、えー、1年ほど休職しております。 え、心療内科の方にも通っておりますが、いまいち良くならず、外に出て体を動かした方がいいのは頭で分かっているんですがこ、そういう行動ができず、もともと悲観的な性格もわざわして、えー、いろいろ、おまあ、苦しんでおりますと。しかし今回、えー、チェンジという言葉を聞き、もしかしたら何か変われるかもしれないと、どれか実践しようという気になりましたと。と、はいうね。<laughs> えー、ありがとう。 ございますはい、えー、おすすめの本、読んでみたいと書いてありますんでね、えー、でもやっぱりね、心療内科、心の病、うつ状態、こういうのはつらいもんでございましょうね、うん、ただ、あの、もうこの、書いてらっしゃる文字がとっても明るいんで、大丈夫。はい、あ、<だ>そうですね。はい,はいはい。あの、悲観的な性格っていうのは、なんか、私もそうですよ、本当に。 俺は本当にするんだよ。<laughs> そうですよね。<当>で、眠れなくなっちゃったりとか。バカだよ。考え込んじゃうタイプですよねよ。でね、ふっと思ったんだけど、このくよくよする性格ってのはもうなかなかその治らないんでね。はい。ただ治らないからこそ、この番組は続いてるんでありましてね。はい。よく読むんだ、くよくよするから。<laughs> こうすればいい、ああすればいいで。そういうことですよね。そういうこと。それであんた40年ぐらいあんたくよくよしてんだもん、あんた。<laughs> そうですね、本当に俺クヨクヨすんだよな。<laughs> でも、ちょっとね、面白いのは、はい、これをね、ちょっとあの、歌作ってみようかと思って。え前に作った、そうだ病院へ行こうってあったじゃんあ,、えー、あれの、はい、診療内科編っていうのを作ってみようかと思って。お<ー>物議かもすかな。すぐね、えー、あのこう、ぐじゅうじ考える人間の心を歌にしたいのよ。 うん、もうね、ちょっと、この方のお手紙を読んで、ちょっと取り掛かったの。心、えー、療内科編。そうだ、病院へ行こう。そうだ、病院へ行こう。はい、えー、近頃、自分が情けない。夜中に目覚めて、つまらぬことを考え出すと、もう眠れなくなる。はい、そういえば、晩ご飯の時、いただきますと叫んだ俺に、妻が小さく、よしと言ったっ。<laughs> そうだ、病院へ行こう。そうだ、病院へ行こう。犬かよ、俺は。そうすると、もう、そういう弱々しい心だから、もう何をやっても全部マイナスに聞いちゃうって。はいはい、で、マイナスに聞くってのおかしいじゃん。はい、考えてみると。だから、もう、何でも、その、不吉な方に聞こえるわけよ。うん、例えば、懐かしい、昔のフォークソング、遠い、世界に、旅に出ようか。はい、あれ 死ねって言ってんのとかなんかね、そういう風にな。もう終わりだね。とかね。<laughs> いい日旅立ち。っていうので、なんかそういうのが全部悪い方に聞こえちゃうっていう。うこの悪い方に聞こえるっていうのも、 ある見方をすればすごいコミックソングになるよな。うん、まあでも誰しもが、そういう気持ちあるあるっていうことですからね。えー、老いの人たちのおかしさだよね。はい、熊本で会ったことあるんだけど。<laughs> 私、臨死体験は3度したとです、ばいとかって言いながら、ほんとかいなと思ってさ。ちょっとなんか映画にもなりそうだな、ね。そう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 。もう臨死体験趣味のね。うん、えー <laughs>。危なくなるとすぐね、臨死体験に入っちゃうっていう。あ、ごめんなさい。もう時間いっぱいになってしまいました <laughs> よろしければ皆様のお手紙、感想等々のおはがきお待ちしております。はい、宛先、こちら。 今お聞きの放送局または郵便番号1 0 5 8 0 0に文化放送、武田鉄矢、今朝の三枚おろしまでお寄せください。さて、来週はまた別のネタでご機嫌伺いたいと思います。この先また来週のまな板の上で、キャメラを、で、こう、取りまくる。えーえー、で、わざとふざけて飛び上がっといてお腹打っちゃうっていう。<laughs> いね、自分で飛び上がって、あら、アドリブなんですよ、もう。ああ、そうなんですかもう、山田監督がもう全然してできない。えー、カッチンカッチンになってるんで、ケンさんの前だったんで。えーえー あの、思い切ってやってごらんよーって言うから、もう本当になんか半分やけくそで。<laughs> で、監督が、俺の方、じっと見て、はい、オッケーっていう。お<ー>監督が、君はほっとくととんでもねえことやるね。っていう <laughs> <laughs> いや、それ最高の揉め言葉じゃないですか。だと思う。んで、それを、健、えー、さんが、あの、スッと言ってきて小声で、普通思いつかないよ、ああいうこと。っていうね。<laughs> あ、それも嬉しい一言ですね。だからやっぱり演出家が二人というかね。う,ん,うん。それはよく言うよね。現場にあっては高倉健っていうのは出演者だけではなくて、演出家だからね。うん。こう、鼓舞するんですよ。んなんか別の軍隊者にお出になった時も、なんか健さんが出演場面ないんだけど見てらっしゃって、軍隊の若者たちがバッ あとトラックから降りてくるってシーン撮ってるんだけど、検査さんが、ちょっとこう、首をひねられたら、監督が、もう一回って <laughs> お。おぉ言葉には出さないけれども演出をされてるんですねいやいや、っぱ、はいはい、そんなこと言うと、検査さん照れてんなことないですよあの、首が凝ってましたからとかっておっしゃるんだけど、はい、やっぱり、えー、山田さんも後でおっしゃってたけど、ロケの指揮棒を持ってる方でしたよね。うんえー でも、高倉健という人は、本当に生涯忘れることはありません。はい、なんで締めくくろうか。そう。えー、あの英語の先生から教えてもらった、あの言葉で終わろうかな。うん、let, let o make more effort on my life.unbearable,、uh, someday die, but no regrets.、うんえー、行く道は精進にして、忍びて、 終わる。悔いなし。ケンさんの好きな言葉を私、英語に訳しまして、時々元気が出なくなるとき、その言葉、呟いております。この続きまた明日のマネタの上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷かなです。えー、皆様からのお手紙、おはがきも日本中からいただいており感謝しております。えー、なんと、かなさん、青森県弘前市からいただきました。はい。中山恵美子さん。武田さん、おはようございます。 えー、弘前は今、雪が多くて、昨日も降っておりました。失礼いたしました。<月>本当3月。ああ、そね。申し訳ございません。はい。はい、えー、毎朝気になるところをメモしながら聞いております。わあ、ありがとうございます。えー、アドラー心理学。アドラーですね。アドラーの心理学のところで、認知症の人も最後は自分に戻ろうとするとかなりに解釈しました。はい、えー、話は違いますが、最近全国各地で火山活動が活発になってますね。不安かな <ー>この話題からいくけど。まあ、離れているから、現実的に感じませんけど、うん、でも地元の方は、たまんないか。大変だと思いますね。うん、すみません。んただ、あの、箱根の騒動にしても、非常に不安がある人と、えー、いつも食べさせてもらってますからっていう商店主の方がいらっしゃいましたね。えー、湯煙を名物にしている限りは、その湯煙が、ちょっとこう、激しくなったからっつって、感謝忘れて怯えちゃいかんっていうようなことをおっしゃる、方もいらっしゃいまして、頼もしいなと。 思いましたですね。はい、はい。でも、考えとかなかな領土問題とか言うけどさ、<え>なんか中国の、なんか南沙諸島とかって言うけど、はい、所詮珊瑚省の問題で、うん、自然の問題じゃない、うん、だそこを埋め立ててもいいけど、うん、あれ誰も言わないけど、はい、中国の方もわかってんのかなと思うけど、あれ台風一発来たら綺麗になくなっちゃいますよ ベトナム方面に台風が抜けていくっていうのは何年に一度か必ずあるでしょこないだあったじゃん。はい、フィリピン突き抜けてベトナム行っちゃったんで大騒ぎになったって。はい、あんなもん、珊瑚礁あんな砂持ったところで、風速うん十メートル来たら全部なくなるよ。うーん、そうですかね。領土欲しいかもしんねえけど。 日本隅っこの橋の方でどんどん大きくなってる島とかあるじゃん。ああ、変わ、変わってる変化があ,ありますよねああああああ。あと千年ぐらい人間住めないらしいけど、はい、千年ぐらいしたら何とかなるかもしれませんよ、とかって。つまり、そのスパンで自然ってのがあるわけで。なんか、火山活動を見てるとつくづく領土問題なんか、 バカバカしくなってくるね。あの、南沙諸島を埋め立てで、領土が広がってるって一生懸命言ってる中国の人って、大陸の人だから。はい。わからないんですよ。そうか。だと思わない一夜にして沈む島があるんだぜ。えー、そんなもんあんた、地震が一揺れしたら、何もかも変わってしまうんだから。 そんな強靭なものじゃないですよね。うん。火山活動はあるたんびに、あの、なんかね、怯えずに、まずは拝むことなんじゃないかな。<ー>日本の宗教観って拝むんだもん。恐れる、あの、ことだもん。はい、かしこまることなんだよな。はい。だから、ね、のりとあげるときに、かし,かしこみ、かしこみって言うじゃない。かかうん。それは恐れをって言うんだけど、<ー>正,正座して正しく背筋を伸ばして、<ー>怯えなさい。 っていう、はい、そういう意味ですからね。はい、はい。ちょっとごめんなさい。てめえの話の方が長くなりました。いただきました今いいですね。これはもうなんかコマーシャルで有名になってますな。山口県萩市。はい。本当にあの三枚おろし出張版でやりたいぐらいなんだけど、はい。あの、ある武道家の方と話してたらね、あの、ものすごい強い充実の相手と決闘をやんなきゃいけないっていう、戦前の武道家の人がいたと思ってくれる。はい。で、あの、その、 決闘をやんなければならない相手っていうのは木村っていう人で、後に力道山とタッグを組んで、伝説レ、レジェンドになってる人で。<Yeah. S 1> で、決闘するということが決まって、段取りが決まってスケジュールが進行してたの。その木村と相打つ小柄な青年がいて、<Yeah. S 1> 道場で待ってるの。なんでかわかんないけど木村が来ないのよ。 結局、決闘は中止になるわけ。その時に、その、その小柄な武道家に、そのある弟子が、先生、先生はこのような結果になると大思いだったのですかって言ったら、その武道家が、私は運がいいって言ったっていうね。うん、その先生がその後に言った一言が、武道の練習は、運を味方につけるためにするのですっていう。 俺、この一言がね、謎で、<ー>その、運という言葉と肘方が重なったもんだから、運と武道っていうやつでね、はい。なんかやってみようかなー、なんて。<laughs> うん。まあ、ごめんなさい。話が。え、この続きはた明日のマネの上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。皆様からのお手紙おはがきです。岐阜県関市の方でございます。ありがとうございます。安田裕二さん。 40歳男性、若い方からいただいております。ありがとうございます。武田さん、水谷様、スタッフの皆様、毎朝放送ご苦労さん。肝を緩める身体作法、興味深い話題だと思いましたよ。冒頭に織田信長出陣を例えに挙げて、ストレスが大きいほど、それに比例して、体から出されるパワーも大きくなる。と、おっしゃってました。でも、今は、 そもそもそのストレスでやられてしまう人の方が多いようですね。自分も含めて。やっぱり身体運用、体の、用い持ち方に問題があるんでしょうね。脳を経ず体の動きという内容の部分は印象に残りました。芸能、武道に限らず、どの分野にも型が鍵になると自分なりに解釈しました。はい、えー、話は違いますが最近全国各地で火山活動が活発になってますね。不安かな。 ごめん、この話題から行くけど。まあ、離れているから、現実的に感じませんけど、うん、でも地元の方は、たまんないか。大変だと思いますね。ただ、あの、箱根の騒動にしても、非常に不安がある人と、えー、いつも食べさせてもらってますからっていう商店主の方がいらっしゃいましたね。えー、湯煙を名物にしている限りは、その湯煙が、ちょっとこう、激しくなったから、つっ えー、弘前は今、雪が多くて、昨日も降っておりました。失礼いたしました。本当<月>にね。はい。3月。あそう申し訳ございません。はい。えー、毎朝気になるところをメモしながら聞いております。わあ、ありがとうございます。えー、アドラー心理学。アドラーですね。アドラーの心理学のところで、認知症の人も最後は自分に戻ろうとするとかっていう発言がありました。私、そうかもしれないなぁというふうに思って、えー、おります。 え、あ、面白いこと書いてありますね。母の最後の手紙の漢字は旧字体でした。心は不思議ですね。んさあ、昔に戻ったってことですか気持ちが。うん。へ<ー>うん。アドラーはね、結構反応あって、はい。というか、もう一つ、私ね、かり、お叱りの手紙もあるのかなと思ったんですが、支持してくださいました。ありがとうございます。 今度は、えっと、愛媛県の松山からいただいております。91歳の義母は足あ、骨折をいたしましてあ歩けなくなり、えー、認知症もひどくなり、えー、自分の家のこと、夫のこと、何もかも忘れました。うん、人の悪口はあ言わなくなり、私にとっても認知症になった母は可愛らしくもあります。あつまり、認知症になってから人の悪口は言わなくなり、 私にとっても認知症になった母は可愛らしくもありますと、はいね、最後の締め文句京子さんも素敵な一言ありがとうございます我も行く道かもしれません、うん、切ない言うございますけどもそうですなはいあ,あるんでしょうね脳の現象で、はい で、あの、これはあの、は、私はあの、なんかの本で、大阪大学の認知症の研究家、大学の先生の本の中で読んで、すっごく面白いなと思ったんですね。認知症の方をこうずっと追跡した本だったんですけども、それはあのいや、なんかこう、自分の人生のどこかの部分を償おうとしてるとか、うん、それから、自分が一番幸せだったところに、魂が帰っていくというか、 うん、そういうことがあ,のあるそうですよ。一番面白かったのは、あの、おじいちゃんで認知症でちょっとこう暴れるという方がいて、その親切に手を取ろうとするとか薬を飲ませようとかってする医療関係者に対してその暴れる暴力を振るうというおじいさんがいたそうですね。えーはい、で、その大学の先生が職業を調べたら、裁判所の検事さんだったんだって。うん、60歳まで。はい だから自自分に満々たる自信を持ってはよ。だから人が手を貸そうとするっていうそれがなんかこう自分を弱く扱ってるっていうのが気に入らない念にもあるんじゃないかなとはいこの次はまた明日の話題との上でおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷佳奈です皆様からのお手紙おはがきですちょっと先に紹介しておきたいと思いますがえー、名前はありませんこれ 聞、聞いてすぐ送ってくださったんでしょうね。先ほど養老先生の著者の一部を紹介しておりましたが、えー、人間は、人間の顔を見分ける、その表情を見抜くために、色を、こう、感じる、その、おこの三色になったというね。でも、武田さん言っておきますが、あ人間、人の中には色盲や色弱と呼ばれる方が、あ男性に至っては約8%見られるそうですよ、と。 えー、ですからあそういう人たちのことを考えて、えー、その2つしかあ持っていないという人もいるので、はいえー、少しその差別につながってしまう可能性があるんじゃないかと<ー>、えー、ちょっと私気が回りませんでね、えー、そういうふうに思われている方にとってはそういうふうに 感じられるかもしれませんのでね。はい。えー、あまり、えー、強調して発言なさるとよくありませんよ。えー、改定していただけるとありがたく思いますというね。はい。えー、ということであれば改定したいと思います。難しい問題ですな、差別は。はい。これは励みになりましたな。はい。はじめまして。小生は昭和16年73歳です。近所の小学生を集めて、少年野球チームを作って指導しております。子供の数が足りなく、 苦労しておりますが、今、三枚おろしの中で。戦え、ナウシカ爺さんの話を聞き、<laughs> 大いに賛成いたします。ちょそれいつのことだろう。<laughs> かなり前ですよ。いいじゃないかよ。爺さんの話は。いいじゃないと。<laughs> 武田さん、どうでしょう。ぜひ、その戦うナウシカ爺さんを、N. P. O. 法人にして。 全国組織に展開してみてはいかがでございましょう <laughs> ありがとうございます。はい。そのできるといいですね。はい。えー、ラジオネーム、中野区のラジオネーム、ナウシカじいさんから。<laughs> そうですか。ナウシカじいさんだった確かに。はい。もういるんです。<laughs> はい。ね、NPO にしなくてもナウシカじいさんは、この世の中にいるんでございますね。はい。えー、それから、これもねな、なんとなく身につまされる話で、 にこやかな文字で書いてくださいました。ありがとうごいいろいろ辛いことあるでしょうけど、東京都にお住まいの30歳女性の方、ああ、杉並の方でありますね。えー、はじめまして、いつも、ああ、ポッドキャストで武田さんの3枚でる聞いております。はい。えー、その科学があなたを変える、えー、感情と行動の話、興味深く聞きました。幸せそうに振る舞うから幸せになる。笑顔でいるから楽しくなる。前を向いているから前向きの感情が出る。 えー、怒りを消すのは笑顔であるとあ。なんかこう、次々いい言葉がラジオから流れてきて、実践してみようと思います。実は私30歳会社員なのです。足、骨折をいたしまして歩けなくなり、えー、認知症もひどくなり、えー、自分の家のこと、夫のこと、何もかも忘れました。 人の悪口はは言わなななくくりり私ににとっってもも認知症た母可愛らしあますつまり認知症になってから人の悪口は言わなくなり私にとっても認知症になった母は可愛らしくもありますまりと最後の締め文句京子さんもう素敵な一言ありがとうございます我も行く道かもしれません、うん、切ない言うございますけども そうですなはい。あ、あるんでしょうね。脳の現象で。で、あの、これはあの、は、私はあの、なんかの本で、大阪大学の認知症の研究科大学の先生の本の中で読んで、すっごく面白いなと思ったんですね。認知症の方をこうずっと追跡した本だったんですけども、それはあのいや、なんかこう、自分の人生のどこかの部分を償おうとしてるとか、 うん。それから、自分が一番幸せだったところに、魂が帰っていくというか、はい。うん、そういうことが、あの、あるそうですよ。一番面白かったのは、あの、おじいちゃんで認知症で、ちょっとこう暴れるという方がいて、 その親切に手を取ろうとするとか薬を飲ませようとかってする医療関係者に対してその暴れる暴力を振るうというおじいさんがいたそうですね。えーはい、で、その大学の先生が職業を調べたら裁判所の検事さんだったんだって。うん、60歳まで。はい、だから自分に満々たる自信を持ってらっしゃる。はい、だから人が手を貸そうとするっていう、それがなんかこう 自分を弱く扱ってるっていうのが気に入らないっていう。う逆に困っているっていう状況を作り出すと、そのご老人が懸命に助けようとするんだって。<ー>つまりその賢治だったっていう自分の残像みたいなものが強烈にそのおじいちゃんを支配してて、そのやっぱり介護老人扱いすると、彼のプライドがビカーッと光り出す。うん というね、はい、そういうことがそのやっぱ老いた心の中で起きているのではないかってだから認知症っていうのを脳の血管っていうふうにひとまとめにするのはいかがなもんかっていうその反対の先生の言葉がね俺すごい好きでうん、うん、それとコンサートでねよく喋ってるんですけど本当にそう思ってるんですよ。あのー、ああ,れ、ね、あののれね はい、まあ、ちょっといろいろ問題になってますよね。あの、徘徊行方不明とかってなって、えーあ、あれ、フードかぶって、えー、そのトレーニングやってるケさんとロケ隊がすれ違って、やっぱ山田さんがうめくように、うん、きちんとやってるんだねって、ね、しみじみおっしゃって、う俺の方ちらっとご覧になって、何もやってないし <laughs> できねえ野郎だって <laughs> 黄色いハンカチを覚えてるかなあの、桃井香織の写真、カメラを、で、こう、撮りまくる。で、わざとふざけて飛び上がっといて、お腹打っちゃうっていう。自分で飛び上がって、あら、アドリブなんですよ、もう。ああ、そうなんですかもう、や、山田監督がもう全然してできない、カッチンカチンになってるんで、ケンさんの前だったんで、あの、思い切ってやってごらんよって言うから、もう本当に、なんか半分焼けクソで。で、監督が、俺の方、じっと見て、 OK! っていう。ほー。かとか、君はほっとくととんでもねえことやるね。っていう。<laughs> いや、それ最高の褒め言葉じゃないですか。だと思うん。んで、それを、えー、ケンさんが、あの、スッと言ってきて小声で、普通思いつかないよ、ああいうこと。っていうね。ああ、それも嬉しい一言ですね。うん、だからやっぱり演出家が二人というかね。う,ん,うん、それはよく言うよね。現場にあっては高倉健っていうのは、出演者だけではなくて、 演出家だからね。うん。こう、鼓舞するんですよ。うん、なんか別の軍隊ものにお出になった時も、なんか健さんが出演場面ないんだけど見てらっしゃって、軍隊の若者たちがバーっとトラックから降りてくるってシーン撮ってるんだけど、健さんがちょっとこう首をひねられたら、監督が、もう一回 <laughs> 言葉には出さないけれども演出をされてるんですね。 いや,いやや、っぱ、そんなこと言うと、ケンさん照れてんなことないですよあの、首が凝ってましたからとかっておっしゃるんだけど、やっぱり、山田さんも後でおっしゃってたけど、ロケの指揮棒を持ってる方でしたよね。ええ。でも、高倉健という人もう、本当に生涯忘れることはありません。なんで締めくくろうか。そう。ええ、あの、英語の先生から教えてもらった、あの言葉で終わろうかな。レッ、レッっていう、 make more effort on my life, eh,、uh, unbearable, someday die, but no regrets,、mm hmm. uh, 行く道は精進にして、忍びて、終わる。悔いなし ケンさんの好きな言葉を私、英語に訳しまして、時々元気が出なくなるとき、その言葉、つぶやいております。この続きまた明日のマネたの上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷かなです。えー、皆様からのお手紙、おはがきも日本中からいただいております。感謝しております。えー、なんと、かなさん、青森県弘前市からいただきました。はい。中山恵美子さん。武田さん、おはようございます。えーあ 自分が一番幸せだったところに魂が帰っていくというか、はいうん、そういうことがあ,のあるそうですよ。一番面白かったのは、あのおじいちゃんで認知症でちょっとこう暴れるという方がいて、 その親切に手を取ろうとするとか薬を飲ませようとかってする医療関係者に対してその暴れる暴力を振るうというおじいさんがいたそうですね。えーはい、でその大学の先生が職業を調べたら裁判所の検事さんだったんだって、うん、60歳まで、はい、だから自分に満々たる自信を持ってらっしゃる、はい、だから人が手を貸そうとするっていうそれがなんかこう 自分を弱く扱ってるっていうのが気に入らないっていう。う逆に困っているっていう状況を作り出すと、そのご老人が懸命に助けようとするんだって。<ー>つまりその賢治だったっていう自分の残像みたいなものが強烈にそのおじいちゃんを支配してて、そのやっぱり介護老人扱いすると、彼のプライドがビカーッと光り出す。うん というね、はい、そういうことがそのやっぱ老いた心の中で起きているのではないかってだから認知症っていうのを脳の血管っていうふうにひとまとめにするのはいかがなもんかっていうその反対の先生の言葉がね俺すごい好きでうん、うん、それとコンサートでねよく喋ってるんですけど本当にそう思ってるんですよ。あのー、ああ,れ、ね、あののれね はい、まあ、ちょっといろいろ問題になってますよね。あの、徘徊行方不明とかってなって。えー、あ、あれも、その、判題の先生の言葉の中に、自分が一番幸せだった街角に帰ろうとする動きだっていう。だから、八十いくつの認知症のおばあちゃんが、旦那様と初体を持った、初めての長屋に帰ろうとするんだって。 だから路地の奥に入っていったりするっていう<ー>もう何にもないんだよそういうところはね、えー、もうすごいだもうな日本の変わり方は、はい、なんかそういう,う,こう脳の現象というか生命の現象が認知症ということの中にあるんじゃないかほんだらこの間さなんか俺の頭の中そういうのこう結びつけるのやたら好きなんだけどカナさん知ってる<ん>夜空バーっと見渡すでしょう、はい あの中の何パーセントかの星はよ、もうないやつがあるんだってな。あ,あそれなんか聞いたことあります。うん。もう、な、なん、え、どのくらい前ですか何百年か前に。何光年何光年るのが何光年だからね。その光が今届いてる。そうそう、わかります皆さん。ね、星はないんですよ。